形式図6000型は、かつて、日本国有鉄道の前身たる、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、関西鉄道が平坦区間で使用するため、1906年に、アメリカのアメリカンロコモティブ社ピッツバーグ工場で12両を、製造した、車軸配置4から4から0型で2気筒単式の、飽和式天田機関車である。 関西鉄道では110系、追い風と称し、110から121と不番された。1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では、6000型と改版された。この機関車は、2シリンダ複式の40系の増備分として、認可された15両のうち12両を2シリンダ単式に変更したものであり、関節鉄道との競争のための発注であった。 スタイル的には40型に似るが、寸法的には、鉄道員5900型とほぼ同様である。また、40型がゾ備ビ社に至るまで、ピッツバーグスタイルを貫いていたのに対して、同輪スポークの水かきなどピッツバーグの特徴的な形態を失っており、アルコへの統合後数年を経て、標準スタイルに統一されてきたことが伺われる。国有化後も主に、亀山、 鴨間の旅客列車に使用されたが、大正中期には、港町、木津、京都間や、山宮線でも使用された。末期には、港町と山田に分かれ、昭和になってからは一部が姫路に転出して、姫新専用になった。その後は、糸崎、港町、王子、さらに、奈良、龍下、木板鍋で入れ替えようとなった。本形式は、高性能を買われて、 太平洋戦争後まで一両もかけることなく使用され、戦後は、糸崎、マスダ、下、ュウゲ、キータナベなどに分散して、入れ替えようとして使用されていた。廃車は1949年3月に8両、1950年1月に4両で、いずれも解体された。1924年版形式図集の数値を記す。ありがとうございます。